はい、トラキでーす。ね、ジムミキサーやりたくなったんでね、ちょっとジムミキサーやろうかなと思っていて、スランクね、結構あぶれてきてるから、ちょっとジムミキサーでもやろうかなと思いまして、やっていきたいと思います。誰が出てるやろ。チームミキサー誰出てる。ホームランで逆転サヨナラのチャンス。2回ぐらいやりたいなと思って。誰がおるのか分からんけどな。から。木浪誠也選手。木浪選手ね。持ってるっちゃ持ってんねんけどな。しゃ。ちょっとやろうかな。増田選手、寺岡選手、これも当たってんけどな。早速ですが、入れたいと思います。井上選手。井上選手はもったいないか。宮崎選手、福田選手。誰行こうかなって感じなんですけどね。大城選手、こんな感じで行こうかな。あ、もうここ行ってんのか。じゃあ行きたいと思います。次誰だ、次は誰だ。長打で逆転サヨナラのチャンス。岩崎投手、これ誰が当たるんやろうな、アンジチームな。もう一回だけやろうか、3回やろうわ。井上選手、大城選手、今井投手、やなきゃな。清田選手に、京田選手、これでいこう。ラスト誰が出るやろ。梅ちゃんあたり来てほしいねんけどな。ホームランで逆転サヨナラのチャンス。梅ちゃんあたり来てほしいな。大山くんとか梅ちゃんあたり来てほしい。誰だ、来たー、梅ちゃん、ナイスー。これは大当たりですね。はい、僕の中で。オーダー見たら、梅ちゃん、これ何番やろ、セカンド1やな。シーズン1、しかも2018年、極みないけど、もったいない感じなんですよね。言ったらね。これね、梅ちゃん、オーダーね、梅ちゃんに変えたい。梅ちゃんに変えたい。2020年のシーズン2に変えたい。しゃ、やっと変えれたって感じですね。はい。で、まあ、他のオーダーとかもね、変えて。行って他のオーダー変えていかないと限界突破ができひんから。そう、梅ちゃん、これは熱い。梅ちゃんは熱い。オーダー切り替えで、リアルタイム対戦オーダーも、梅ちゃん熱いよ。これはこれでいった、いけるやろ。で、なぜ梅ちゃん出てこない？なんで梅ちゃん出てこないの？これ限界とかできんの？梅ちゃんやろ？リゴーダー梅ちゃんやろ？チャレンジカップオーダー関係ないやんな。設定やんな。なんで梅ちゃん出てこへんのやろ。
あ、特訓やからか。ミスターミスター。変換しなあかんねんな。ミスターミスターさん。そらそやわ。完全なミスしてた。うーめーちゃんが、これちょっともしかしたら、こっちをキャップにせんかったら、厳しいんかな。オッケー。で、やっていきたいと思います。変換で。梅ちゃん、どこにおる？キャプテン。梅ちゃん。ん？変換じゃないよな。特訓やな、ミスったな。梅ちゃんにして、あれ、なんで梅ちゃん出てこへんの？これ分かる人おる？なんで梅ちゃん出てこへんの？いや、意味が分からへん。なんで梅ちゃん出てこへんの？これなんで？極みやから無理ってことか。上級機能でいけんのかな。覚醒じゃないよな。極み称号、極みやから無理ってことなん、これもしかして。そういうことなんかな。称号外す。これ外したらいけるってことなんかな。ってことかな。ってことで早速やっていきたいと思います。梅ちゃんってことでもないんか。なんでなんやろ。ほんまに分からへんから、これ分かる人おったらね、教えてくれたら嬉しいです。はい、ってことでね、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。